今日は愛知県の岡崎市の厚生町にやってきました。今日は、浴衣に合う下駄を探しに来てます。今日ご紹介するのはこちらの、厚生町の連雀通りにある桜屋さんです。こちらで下駄を探したいと思います。どれを測れても結構なんですけど、ただまあこういう台を先に決めていただくと、そうするとあとは鼻緒を自分の好みのものに、すげ私たちがすげますので、選んでください。すげるっていうのは、下駄をすげるってよく聞くんですけど、そうそう、こういう鼻緒がね結局台がすげるっていうのがちょっとなかなかいつも言わない言葉なので、今は死後ぐらい近いよね。死後そうですね。なんか奥ゆかしい感じで、これがまあこれちょっと歌舞伎地ってちょっと変わった台だけど、歌舞伎地これね、だけどこれはまあこれちょっと特殊な台だけど、普通はこのあの焼きてってこういうね、これ鎌倉ね。だから鎌倉の方がちょっと値段も高いんだけど、これはあの焼いてあるわけ。木が焼いてある。そう。ここの上がね、台もいろいろでね。本当に台も。これ本来はありすぎて。本来は一番最、これが普通の桐です。で、この桐の台にいろいろもう加工するんですけどね。私はとにかく歩きやすいのがいいのと、ちょっと背が低いので、厚めがいいっていう。あとこういうのは着物の時にもいいんですか？別に結構ですよ。こういう気軽な着物でね、お履きになればいいと思います。そうですか。やっぱり清掃になるとこういう革草履とかね、草履になってきますけどね。浴衣の下駄は、でもね今これが台は自分が好き好きで選んで、でこういう鼻緒っていうものがあるわけ。でこの鼻緒を、まあ選んでいただいて、これならこれがいいと言われれば、これがすげるっていうことなんだ。鼻緒をこの台に立てるのがね、鼻緒を立てるのをすげると言います。なるほど、分かりました。例えば着物の時は足袋を履いた方がいいんですか？着物は履きます。浴衣は履きません。で、どっちでもいいっていうことですか？なるほど。本来からいくとね、やっぱり着物っていうのは足袋履きますし、浴衣は素足っていうのが普通ですね。でもこの頃は皆さん浴衣でもおしゃれな浴衣がたくさんあるので、そうなんで結構足袋履いて見えるけどね。そうなんですね。これが女物ね。へえ。でも台もね、すごいいろいろあるわけだ。台もいろいろありますね。そう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 。これはなんか木目を生かしてかっこいい。そう。これこの、竹側のこの下駄がね、本当はすごいいいんだけど、これが今もうできない。できないんですか？もう私はこの下駄が一番好きで、もう二十何年、これを毎年夏になって履くんだけど、そんなものは一切なくなっちゃった。やっぱ履きやすいってことですか？全くね、跡がつかない。いくら汚い足で履いても跡がつかない。希少ですね。シヤが出てくるだけでね、跡がつかないんだ。これだけど、男の人は、こういうこういう二の字、こういう普通の下駄の、男の人はこれ履く人が多いだよ。そうですか。下駄でって。あれは、ゲゲゲの鬼太郎を見とる子供は、みんなこういう下駄が欲しいって言うんだ。なるほど。そうです。なんか昭和な香りがします。なんかこれなんか、ちょっとね、かわいいと思うんですけど、どうなんでしょう。ちょっとね、台がね、台が変わってますね。そう。そうです。私の足は23。そっか。よかったらちょっと足入れて。鼻緒はどこでも変わるからね。この鼻緒じゃなくてもね。いいです。どうぞ入ってみて。大きさ的にどうでしょう。本当でいくと、ちょっと大きいかもしれないけど、今は意外とね、こういう大きくてもへちゃらっていう人も多いんだわ。なるほど。
可愛いですね。本来から行くと、はい、あのこの寸法が、はい、あのちょっと足が出て、あちょっと違う、ちょっと違うでしょ、ちょっと違うでしょ。本来から行くとその大きさが、あのね、あスッと入る。そうそう、その大きさが確かにいいだよ、ぴったり。そう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 、やっぱりこれはね、どっちかというとちょっと大きい。あーなるほど、うんうん、これもすごい気になるんですけど、うん、どうぞどうぞ履いてみ、履いてみ。それもあのいいだよ、子供ね、それもね、うん、そうですね、うん、これちょっと鼻が物が今ちょっと値段が高いだけどね、うんうん、すごいなんかあの、うん、鼻緒が柔らかくて、うん、そう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 、こう包み込む感じします。やっぱりね、うん、ちょっとこれ東京の鼻緒でちょっといい鼻緒だけど、ね、へえ、うん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 、ちょっとクッションが鼻緒にあるので、うんうんうん、そう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 、今から本気で選びますけど、本気で選びたいです。こういうのはそうそうそう。これもね、あのどちらかというとシコロに近いわね。だけどこれはあの別に悪くないよ。こういうのあの滑らなくて履きいいもんね。あ、そうだよね。うんうん、そう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 。これもいい花がついてるんだけどね。可愛いですね。そう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 ね。この草履っていうのは右左あるんですか。うんうん、ない。あ、ないんですね。うんうん、あ、ないですか、うん。日本の履物はないです。ここからあのどちらにあの草履でも胡蝶履きって言って、あの東京の草履でそれは右左がありますけど、あ、あるのもあるんですね。うん、そうそうそう。でこういうあの男のこういう下駄なんかだと、はい、掘ったってこれはあの貝殻地って言って、あ、模様が掘ってありますね。天狗で掘ったでしょ。これはあのこういう貝殻地ってね。これで一色だもんで、顔があってか、そう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 、それで模様がついてる。だからこれは右左にならんけどね。あーかっこいい。本当は右左になった方が、片ベルチって言って、あのみんな癖があるんだけど、片っぽばっかが減らなくて、こういうふうに変えると、あの上手に平行に減るじゃんね。なるほど。でこういうあの裏がこういう張ってないこういう下駄ね、こういう下駄は特にあの片べりするもんで、あ、もうこれは裏を張らないんですね。そうそう、張らないの。音を楽しむ。あ、そうですか。でこういうのはやっぱりこうやって右左履いた方が平行に減ってきます。でこういうゴムのやつはそういう片べりするほどね減るじゃないもんで、意外とあの変えなくても意外と大丈夫ですよね。すごい迷いますね、これは。この4個で迷ってるんです。これは25。履き心地は一緒くらい。これは、うん。大丈夫じゃなかったかな。これもいいんだよね。あの、すごい数。記念したか。ということで、ちょっと真剣に迷います。で、もう一個、うん、なんか家にあったご相談なんですけど、うんうん、これ普段履きですか？うん、そうだね。普段履きで、まあ、昔の典型的な浴衣の下駄だな。あ、そうですか。うんうん、そうそうそう。で、これ小さくて、鼻緒が、うんうん、そう、うん、これね、あの普通の下駄だよ。そうですか。うんうんうん、なんか硬いんですよね。ただ今の鼻緒はやっぱりちょっと作りが違うもんで、こういう、うん、こういう鼻緒のが柔らかいじゃんね。スポンジがたくさん入って、あの中がね、あのふわっとしてる。これはね、あのやっぱり30年ぐらい前の下駄だもんで、やっぱりこういう鼻緒がね、この頃は、この頃はこうでよかっただわ。だけど今こういうね、ちょっと履きやすい鼻緒が出てきちゃったもんだから、これでみんなね、こういうのをね、普通の鼻緒に変えるの。そうなんですね。うんうん、なんかこれを、そうそう。まあ、今の履くと、全然こう、そうです。ちょっとこれが食い込むような感じがするでしょ。痛くて。そう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 。やっぱりね。これ歩けないなと思って。うん、そうそうそう。でもこういうのは、はい、あの、すげ代込みで2000円ですけど、あの、それにすげ替える。あ、そうなんですね。うんうん、でもなんか歩きにくいですよね。うん、いや、鼻緒だけ替えやどうってことないよ。あ、そうですか。うんうん、全然あの履きにくないよ。うん、全然普通で履けます。はい、はい、はい。はい、では今日はこちらの花をも選ばせていただきたいと思います。一緒かな。同じ黒になっちゃったけどいいかな。今日雰囲気が違うもんね。ね、花を選びます。
すごいいっぱいある。これとこれ、ちょっとこっちもいいかも。黒塗りだからどんなの花を持ってても合うから。あ、そうですね。字が両方とも黒いのを選んだので、ね、ね、どちらでも。これどういう風に選べばいいですか？まあこれ好き好き好きだな。好き好きでいいですか？ああ、そう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 。うん、あ、やだ、いっぱい探るといっぱいあります。あ、これもいいな。これ青海波ってこの前ね。これ鱗模様ですかね。鱗の柄とか。こっちは桜だし。これは菊で。この辺は希少模様ですね。トンボもなんか同じ方を向いて視野が広いっていう意味もあるので、縁起のいい模様がいっぱいついてますね。ああ、これまた迷いますね。ね。これはあのこちらのね、系統の花です。あ、こちらから選んだ方がいいですね。こちらはこちら。そう、いいだよ。こちらでもいいだよ。いいだけど。どう違うんですか？こちらも値段が安くなります。あ、なるほど。やっぱり台によって、はいはい、いい台の方はちょっといい花のが、まあ、それはね、どっちでもいいだよ。あ、いいですか？これでも別に安い花は、気に入れば安い花でいいだよ。あ、そうですか。わかりました。柄もいい。どうしても渋好みなんで、そういう花を持ってた方がスッキリはするわな。そうですね。あの台が黒だよね。黒だとそうですね。どうしても黒っぽくなっちゃうけど。あ、これもいいかも。これもいいかも。かっこいい。なんかやっぱ黒にはちょっと真っ黒よりも。入れれば、じゃあもうこれはこれにします。はい、わかりました。お願いします。はい、過ぎていただきます。はい、お願いします。はい、ちょっと古いで裏が折れちゃう。物によってね、こうやって花を、この花をとね、この穴の位置がね、あの鼻緒が長いもんね、ちょっと短くしないと、あの足の小さい人やなんかだってね、この下駄のサイズもいろいろですもんね。あ、で鼻緒はこれはね、長く大体できてるだろう。あ、そうですか。これこれね、そう言っちゃ悪いけど、いい花緒はもったいないもんね。長くできてないだろ。紬の花緒特にね、短いね。紬っていうのが、コウスマとか、ああいうものはね、やっぱりあの、帯地やなんかでもね、すごい短いの。1センチが何いくらって、10センチいくらってぐらいの計算になるもんね。あ、そうですか。本当に高級な花はね、短いの。うん、あ、そうですか。その短くて、足らない分はどうするんですか？これ意外と、大丈夫なんですか？あ、へぇー。まあ、そこは、すげるので、加減してね。すげ方にもよるけどね。あ、材質によって緩む部分があるわけ。わしらでもね、緩む部分があるもんね。あ、そうですか。やっぱり気をつけてね。なるほど。はい、ちょっと待って。なんか紐が入ってるんですね。全部、麻が通ってるもんね。麻の紐が。これはあの本麻じゃないけどね。まあ本くらいじゃないいところ本麻ってね。本当にいい草履は本麻でっていい麻が使ってる。麻は伸びないって言いますもんね。締まるからね。
重さはね、ナイロンなら100円以下でできるんだけど、重さだと500円ぐらいですよ。あ、一足あの作るんで、これがね、本技。あ、これが本技ですね、うん。ちょっと高い方のいい。寝たりするとこは朝が伸びるもんね。ああ、そうですか。うん、伸びるからね。また初めの茂たりよりも少し緩くならないときつすぎて吐きにくいしね。あ、すごい見た目もすごいかっこよくなりました。ね、いいよね。はい。あ、すごいかっこいい。全く雰囲気が違いますね。履いてみて。はい、ちょっと早速。さっきのこの赤じゃ、ちょっと今からじゃ履きたくなるよね。そうですね。うん、子供みたいで。そうなんですよ。なんかちょっと、イメージ。ね、はい、うん。あ、やっぱふわっとしてますね。うん、そうでしょ、うん。あ、すっごい、本当にこうフィットする感じが。あ、走れそうなぐらい。ね、うん、いいですね。なんか足袋にもちょっと、うん、そう映えるっていうか、うん、そう、うん、いいと思うよ、すっごい履きやすいです、うん、全く違う、ここが痛くない、うんうん、ね、ここが痛くないです、うん、ちょうどいいです ね、はい、はい、ちょっと、あ、じゃあ両方、どっちが緩いかわからないので、はい、両方履いてみます、はい、どっちか流します、あ、ちょっと緩いかなと思います、うん、あ、そうでもないですよ、ちょうど同じぐらいと思います。はい。これでじゃあお願いします。全く雰囲気違いますね。鼻音が変わると、うん、ね、高級に見える。本当に高級に見えます。こんなに素敵になりました。家に眠ってた草履で。うんうん、もともとはこれがついてて足が痛くて履けなかったんですが、ちょっと見せてこれ、はい、ふわふわのすごくかっこいい草履に生まれ変わりました。子供じゃなかった、違うよ、これにすがっとった、そう、これについてたんですよ。ねえ、浅さがもうなんか5倍ぐらい太いので、いや、腹を変えちゃうとね、高級品、高級、うん、全く違いますね。これだとちょっとね、うん、私が今腹をだけ見ると、子供の腹をとね、いや、本当ですね。なんか髪が入ってるし、カチカチだったんで、ちょっと歩けなかったので楽しみです。で、今回は今からはこっちの通りに、はい、花をつけていただきます。すごい、やりそうだ。こういうね、さっき言ってたんで、こういう着物を今皆さんも着られなくなった着物を、うん、ちょっと一回履いてみて、あ、はい、横から、左足だな、あ、これ左ですか、うん、あの柄がね、あ、なるほど、水引きの花をだで、ね、左の方がいいと思う、あ、なるほど。あ、すごくいいです。水引きの花をじゃ、水引きだとこれあの、あ、水引きだもんね。水引きになって、水引き。うんうん、水引きってこう右と左と色が違うでしょ。ああ、なるほど。ね、水引きの花をっていうんですね。ちょうどいいですね。横は緩い。こんなことない。
大丈夫大丈夫。みんなどこも買ってもらわねえかんでね、いろいろね、うん、試行錯誤してね。はい、どうぞ、どうぞ。あ、揃いました。はい、あ、素敵ですね。履いてみます。どうぞ、履いてちょうだい。履いてみます。なんかすごい嬉しいです。ねえ。すごい嬉しい、うん。今日ちょっといいじゃないですか、うん、色的に。ねえ、そう。今日の格好は。ちょうどあの、今日の。あの、そのまま履いてた方が。そうですね、こっちいいかもしれん。そう、今日このまま履いてきます。うん、おべべにその方が合うみたい。そうですね、今日の、うん、着物、夏着物ですけど。そう。今日の、こう着物でも、うん、いいよ。いいですね。いいよ。上等だよ、うん。ちょうど今日の。そう。ぴったりです。ちょうど今の着物にぴったりだな。うん、踊るよりもこの方がええわ。うん。モデルもいいね。いえ。すごい歩きやすいですね。ねえ、いいと思うよ。うん。本当に歩きやすいですね。うん。走れます。はい。よかった、よかった。今日も、まあまあ。ねえ、うん。じゃあ今日は。はいはい。じゃあね。こちらの。はい。もともと家で眠ってた下駄が。はい。はい、生まれ変わりましたのと、新しく浴衣にも何にでも合いそうなとても素敵な下駄が揃いました、はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこのまま歩いていきます、はいはい、その方がいいと思うよ。そうですね、ぴったしだね、このおべべに。はい、うん。